ジメドンは、環状、ジケトンに分類される有機化合物の一つである。有機化学において化合物がアルデヒド元を含むかどうか決定するために用いられる。その他の用途には、試食分析、結晶、発光、分光分析等がある。また、停電気抵抗の有機化合物にも用いられる。また、一般にシクロヘキサンジオンは、 繊維金属錯体形成の触媒として用いることができる。メシチルオキシドとマロン酸ジエチルから合成される。アルデヒドとの反応はカルボニル元に挟まれたメチレンくらいで起こり、2分子のジメドンと1分子のアルデヒドが脱水縮合する。これによって生成する物質は水に不要な結晶性固体であり、容易に分離することができる。この物質は 対象のアルデヒドによって固有の融点を持ち低分子のアルデヒドであればこれによって識別することもできる。この反応はケトンなどの他の反応元とは起こらない。また非常に感度の良い反応で午後4時のアルデヒドでも検出することができる。さらに対象のアルデヒドが水に不要な場合はアルコールを溶媒として使うこともできる。環境中で安定であり、水、 エタノール、メタノールに溶ける。互い変異性。左が、ケト型、右がエノール型。ジメドン結晶のモデル。点線が、水素結合。溶液中で、互い変異性体の平行状態にあり、クロロホルム中で、ケト型、エノール型イコールに、1である。結晶中では、エノール型で、分子は、水素結合でつながっている。ありがとうございます。